ヘンリー・ムーンは、イギリスの風景画家、植物画家である。ランの専門月刊誌、レイシャンバッケアに描いたランの絵で知られる。ハートフォードシャーのバーネットで、議会職員の息子に生まれた。美術学校で学んだ。弁護士事務所で働き、弁護士も目指していたが、21歳の時演芸雑誌、ガーデンの美術チームに参加した。ガーデンの多色画を描いた。この時期のムーは、 アメリカの風景画家、ウィリアム・エドワード・ノートンに影響を受けた風景画を描いた、イギリスの庭園にも参加した。1884年に、ウィリアム・ロビンソンの出版した、イギリスの庭園の図版を描くために、セント・オールバンズのヘンリー・フレデリック・コンラッド・サンダーの栽培園を訪れた。1885年に、サンダーからランの専門シレイシャンバッケアの図版を描くことを要請され、 その後4年間、植物の絵を描き、手彩色の作業を監督した。自ら木版を制作した。1892年秋に家族と戦闘オールバンズに住むようになり、2年後にサンダーの娘と結婚し、継続的にサンダーのために植物画を描いた。レイシャンバッケアの植物画は、ウォルター・フィッチや、A1 ・ロッフジョージ・ハンセン、チャールズ・ストロア、J ・ワットン、 J.L. マクファーララらが描いた、ありがとうございます。